ピンオッ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。本日は新潟県新潟市東区にありますねスロットザップさんに来てますということでね、すごいなんか異様な形してますなということでね、こちらのお店初来店なんでね、まだちょっと入ったことないんですけど、スロット専門店ということで台数はかなりあるということなんでね、早速時間もないんで行ってみたいと思います。入店やってきました、スロットザップさん。それでは早速店内データを見に行きましょう。はい、ということで、ね、あーどうもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あーどうもありがとうございます。ということで、ね、早速店内データ見に行きましょう。初来店なんでね、ちょっとどこにね、なんかすごいこのなんつうのこうアーチというの、なんかすごいね。わ、すげえ、これスロットなのに拡大係数機だ。見てください、4914枚ね。コインサンドの下の方にこうね入れる入り口があって、全国にでもねまだ数店舗しかないっていうね拡大係数機ついております。すごい、マハロは人気あるな。じゃあどうしようか、花行こう。花すいませんね、すいません、失礼します。花出てる台のデータを見れば、やっぱ合成なんだ、合成確率ですね、ビッグ確率じゃなくて合成確率。いい台、お客さん座ってるね。すごい、キング花4000枚、あ、5000枚、あ、過去最高か。あ、すいません、え、やめちゃうの、ダメじゃんの？結構いい台だと思うけど。あった、ジャグラーコーナー203177、おお、おめでとうございます。150159164220、わあ、ちょっと弱いか。あ、あざす、ちょっと弱いね、失礼します、時間ないからね、早く決めないと。あ、どうもです。あ、どうも。あ、ご無沙汰しております。おー、どうも。どうも。あれですよ、ゲームセンターの店長さんですね。お世話になっておりました。ジャグラー、最近ね、ジャグラーが多いから、花々もいいかな。さっきの台、これでいこうか。ねえ、グラフも。いい感じのグラフで。143分の1なのね。こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、それではね、パイオニアさんの、キング花々行ってみたいと思います。久しぶりだね、花々。それではね、行ってみたいと思います。お座り一発チャンス。あー、光んないね、完全告知だからね、もう光らせないと面白くないよね。あー、50枚目残念、追加倒し早いよ。あ、危ねお、リプ3、お、リプ4。あー、ゴッドだったらよかった。ベースね。ベースね。いいよ。リプレイベル、リプレイベル、いっぱい揃え。できるだけ少ない投資で。まあ、レバーオンが基本なんでね。もうレバーオンで引かんないと。やばい。あー、100枚目追加投資やばい、頑張れ俺、多くの方が来てくれてるんだからあー、追加投資200枚目、やばい、時間もない。てててれ、ダメだ、
あ、テンポやもしれない。無念なんだけど、会員カードがあれば5分延長できるらしいから5分延長すります。必殺会員カード5分延長、頑張ろう。でも光らせないと思いっきり負けちゃうから、思いっきり打ちたい方は会員カードを作れば50分まで出る。どうした？優しくなったね。ありがとうございます。ぜひ会員カードを作ってね、延長してください。よかった。どう？あざす、あざす、あざす。あれ、ここどうだったっけ？スロットザップ、イミさんね、イミさんね。あざす、あざす、あざす、あざす。レイヤー君、あ、これね、これ来たら、あ、スイカだ。スイカで、あ、来た。またかよ、もういいよ、もう。あ、またスイカだよ。危ない。ラスト312枚、やりました。あと2分あるが行ってみたいと思います。1回目連中です。あ、ダメだった、分かんない。離れ、あ、リプレイ、ダメだった、ダメだった。あ、ベレス。これでね、ここにこうやって入れると、このケース返してやると、ここがガチャ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 動くからね。はい、331枚ということで、ね、はい、ということで331枚やった。はい、実践終了、実践終了、やったー。ということで、必殺会員カードということで、あ、逆だった、会員カードということで、会員カードを作れば5分間ね、延長できるということで、本日打った棋士はキングハナハナを打ちまして、投資枚数が、200枚、獲得枚数がビッグで332枚だったと思うな。ちょっと初めてのね、拡大係数機でちょっと戸惑っちゃって、確か332か1ということでね、危なかったね。あ、またいつも通りの展開だと思って思ったんですけど、この必殺会員カードでね、延長できるんでね、ぜひね、延長したい方はぜひ会員カードを作ってね、延長していただきたいと思います。ということで、今回撮影に協力していただいたスロットザップさん宣伝をちょっとだけ、この動画が配信される頃にはですね、もう導入済みなんですけど、10月の9日に、パイオニアズさんの、ドラゴンハナハナ、こちらがですね、なんと64台、そして山里さんの筋肉マン、こちらが23台、合計87台、一挙に導入ということでね、筋肉マンファン、あとね、ハナハナファンの方はね、ぜひこちら、スロットザップさんに来ちゃってください。今回僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も勝っちゃうよ。